はい、こんにちは。こんにちは。カラクリドール一座のシエルです。はい、今日はマジシャンの方2名お呼びしていますが、はい、じゃあ自己紹介からいきましょう。インチキでーす。社会の窓からデブでー全然わかんない全然、まあ、マジックにはいろんな技法があると思いますが、はいはい、時には記憶力というのも大事なんじゃないでしょうか。うん、あのよくトランプの、まあ、数字とマークの、まあ、順番をさ覚えといて、まあ、それをマジックに生かすっていうものもあったりすると思うので、今日は記憶力どっちが優れているのか対決をしてもらいたいと思います。ルールは、まあ、お互いそれぞれ一人ずつやるんですが、はい、デックをまず、まあ、どっちかが切ります。シャッフルして相手に渡します、はい、でそのもらった相手の方は1分以内に上から、はい、トップから順番にマークと数字を、それじゃダメなんですね、覚えていく。そうです。相手が混ぜてそのまんまで、で、まあ、1分以内に何枚目まで覚えられるのかなっていう対決です。マークと数字はもう見慣れてると思うのでね、きっといろんな覚え方があると思います。そこは期待していきたいと思います。はい、よろしいですか。マークドじゃないっすよ。マークド使ってないっすマークドじゃないね。混ぜました。はい、はい、それでは1分以内に何枚覚えれるのか、スタート。邪魔しない方がいいですね。あ、短めに確実にってことですか。1個ダメだったらダメなんだもんね。そっか、真剣だけど笑ってるよ。5、4、3、2、1、終了。はい、からくりのるさん、デッドを受け取ってください。はい、それではトップから順番に行きましょう。では、はい、はい、1番目は何。クラブの10。すごい。クラブの10、うん、スペードのキング。すごい。スペードのキング。ハートの9。何クラブね。ハートの6。そうだ、ハートの6。見えたんですよ。はいはいはい、クラブの6。スペードのキングはもう言ったんだよね。スペードのエース。なんで覚えられるんですか。スペードのエースの頭いいね。で、ハートの10ではなくて、ハートの10ではなくてね、クラブの8。ハートの8だ。はい、終了です。まさかの5枚。むしろ3で1回ちょっとカラクリさんの優しさで救った感じがしましたが、皆さん、あの、はいはい、日本一という言葉に惑わされてはいけないかもしれないですね、はい、これはこれ、はい、高校の方が有利になっちゃうのかな。いや、大丈夫だよ、ね、5枚、5枚きついよ、ね、5枚やね。じゃあ、はい、だってね、20半ばですよ、50半ばですよ、ね、ちょっとくらいハンディがあってもいいじゃないですか、ね、そうそうそう。じゃあ、切らせて、はい、よく切っていただいてね、そちらのトランプを混ぜ混ぜしていただいて、はい、あのね、僕ね、インチキしようと思ったんですけど、うん、5枚ならいけそうだなって思って、ね、頑張って6枚、はい、ワンウェイは使うのやめましょう。やめましょう、使うのね。ガサガサしてたと思ったよ。いやね、いやいや、それでいこうかなと思ったけど、5枚はいけるかもしれないなと思って。ワンウェイはズルはダメです。はい、わかりました。これがワンウェイ。スタート。ほい。はい、1分間で覚えてもらいます。これ置いちゃうの？置いちゃうの？置くというパケット。おっと、余裕の表情か。きついと思うよ。始めたって時にも全部忘れちゃったから、ね、いやいや、もう40年までまだ大丈夫ね。はい、5、4、3、2、1、終了。はい、ちょっとね、ゆっくりやりましょうか、はい、1分休憩しましょうかタイムミスメリクさん、トップから、はい、ダイヤの9、ダイヤの9、はい、ダイヤの6、ダイヤの6、クラブの10、クラブの10、
スペードのキング。うるせえうるせえ。三です。何の3？え？分かんない。そう。キングは合ってんですよ。あ、ダイヤのキングですね。じゃなくってダイヤに見えるんだけど見えるんだけど、スペードのキングなんですよね。いや違う。じゃないんだけど今日はハートのキングなんですよね。やっぱ終わり。え？本当に？本当に終わり。はい、終了です。4枚という結果ですか？さっきと一緒やん。なんでそんな上がらないの？やる？やる？アホなの？アホなの？やる？やれよ。はいはい。はい、緊急参戦。ふざけてんの？何なの？ちゃんとやってよ。はい。はい、これで判定する、はい、私だってまだ体内年齢20この間占い師の人にいくつですかって30ですって2回言ったもんね切るのは切ったじゃん。あ、僕も切ったの。もうそれも忘れちゃったスタートダイヤはいいな、クラブもいいな。うるさい、うるさい。てか並び順がすごいんだけど。よっ。それにも覚えられない。よっ。うるさい。うるさい。もうね、もう30秒経っちゃったな。もう45秒も経っちゃったな。え、ちょっといくつだっけ今。ハートの8はいいかの。はい、1分でーす。はい、終了。終了。早く。いや、ゆっくり行きましょう。これ何かかけてましたか？なんだ。思い出せねえな。あれ？焼肉、あ、焼肉のそこ。早く行くよ。はい。はい、いくよ、はい、スペードの5合ってます。うわすげえ。スペードの6合ってますハートの9合ってます。おスペードの9合ってます。ダイヤのキング合ってます。ダイヤの9合ってます。クラブの9合ってます。スペードの3合ってます。クラブのキングこれマークとクラブのキング、はい。もうここまでしか覚えてない。すげえ。何枚？1、2、3、4、5、6、7、8、9。やったー！ということで、お二人から。みんな一桁ということで、みんな一緒でしたー。嘘。まあ、でも、すごい消えるじゃん。邪魔してきたのに。ひどくない？先生だよ。え？勝負勝負。はい、ということで私は2人からご飯をごちそうしてもらえるということで、はい、とても嬉しいです。すごい。はい、ありがとうございます。素晴らしい。すごい。記憶力といえばシールで皆さん覚えてください。いや、他が雑魚すぎやろ。そのたが雑魚なの。そうそうそう。これ意外に難しいね。難しいね、うん、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、うん、プレッシャーかかりますよね。そうなんですよね、うん、で、意外に本当に覚えるね。だってあるじゃないですか、瞬間で覚えて10枚目で10枚目、ああいうのはね、多分できるんですよ、うん、その本番でお客さんが見ると、こういうのはね、ね。あとね、ポンちゃんもしかしたらかなり高額のお金かかってたらもっと頑張れてたかもしれないよね。ああ、勝負で。僕もそうだ。それはそうだ。私もそうだ。みんなそうだ。一緒だ。なんだ、ね、はい、靴の集まりです。ありがとうございました。